はい、どうも、ジュです。マリオアナスニックアットバンクーバーオリンピック B 版パート19やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もフェスティバルモードを進めていきたいと思います。さあ、今回は11日目からですね。チーム 64DS の皆さん、お帰りなさい。ゆっくり休めましたか？今日突然は雪が降ってるようです。寒いですから気をつけてください。今日は10種目でおしまいです。頑張ってください。アイスホッケー行きましょう。アイスホッケーはこれかなり白熱するんで、皆さん見ていてください。じゃあ早速行きましょう。よし、じゃあ早速行きましょうか。はい、今回は誰と相手になるんだ。わあ、ドンキーたちか。でも頑張るしかないよこれ。はい、行きますか。じゃあね、これさ、でもゴールを守る人は、これやっぱりね、これあれがいいわ。コンピューターの方がいい、絶対。よし、じゃあ行きます。チーム 64DSVS チームノンキーコング。一人だけ、相手が一人だけマリオキャラ。よし、チーム 64DS チームノンキーコング、ノンキーコング、グレイズ、シルバー、ベクターなんでな。シルバーとブレイズはまあ関係性があるからまだわかるけど、まあ、シルバーとブレイズ DS 版のストーリーモードでこれ一緒にいたよね。よし、いきます。いけ、待って、ブレイズ最初取られた。危ねえ。待って、ここでパワーを食べよう。押しつけ、こう来て食べるでしょ。まずいな、パワーがなかなかつまんないんだよな。 OK、 いけ、いって、ナイスー、ちょっぱなヨッシーが決めた。さすがキャプテン、パワーを食べてドーン。ベクターも止められない動きができました。変革とかでかいぞ。だってでも途中で奪われることだって多々あるからな、これやばい。危ねえ。待って、避けろ。いって、マックスになったところで奪いに行くんだって。いけ、うわー、できたいけ、あー、まあさすがにこれ無理か。3、2、1、はい、とりあえず前半で終了です。どうしようかな。じゃあここでマリオとヨッシーを入れ替えますか。はい、頑張ります。後半戦いけるかな。でもよし、いくぜ、マリドン。さすがにマリドンだこれ。危ねえ。いって、 OK、 ルイージナイス。そういう時にルイージは頼りになるんだよ。やばいな危ない。ルイージ、ドンキーコング、危ねえ。 OK、 ここでバックスが打てるようになっている。待って、ルイージ、ちょっと真近くで撃たないでください。どういうこと、なんでルイージ奪えないんだよ。ちょっと待って、1対1、あ、まだ分かんない、まだ勝つか分かんないぞこれは。で、ドンキーコング、けけけ、危ないって。待って、ここでヨッシー、いけ、ヨッシー、なんとしてもゴールを入れないと勝てない。待って、微妙に入らないんだよなこれが。 OK、 ナイス、いけ、入れ、あー、ドンキーコングに当たった。なんだと、もう分かった、こうだったらヨッシーがキャプテンだから、あー無理か、
じゃあもうこれだったらもうこのまま行きましょう。よし、マリオ一番後ろに一番前にしております。先にゴールした方が勝ち。まあ、俺大体俺まぐれ感があるけどね。危ない危ない、ちょっとそんなところで奪うな。やばい、 OK、 ナイス。マリオ、まあ1分間耐えてもこれ勝ちになるんで。いえ、ああシルバー、シルバーがやばすぎる。危ない、こんな遠くからでは入りませんよー。まずいな、いけ。うわー、キャッチされた。いけ、うわー、入らない。マリオ、マリオいけ、惜しい。なんで入らない。わー危ない。よし、なんとか奪ったぞ。いけ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 、あと5秒。あー決された。あ、だとしてもいったわ。あー、まあ最後はベクターが突っ立ってるだけでしたけど、 OK、 なんとか勝てたね。素晴らしい。そう、これもう絶対にこれプレイヤーが勝つようになってるんだよ、これのゲーム。はい、そういう優しさはちゃんとあるんだね。はい、最終結果は1対1。いやでもよう、これいけたもんだぜ。はい、ということで無事1位。やっぱり思ってたより時間かかるんだな、1ピリオド1分に対して。今7分ぐらい経ってるけど。はい、ということで11日でクリア、まず終了。はい、そしてライバル出現。今回は誰だ、スノーボードクロス。スノーボードクロスって何だっけ。余裕だぜ。あー、ジェットか、いけるかな。果たして勝てるのかちょっと微妙だけど頑張っていきます。よし、じゃあ行きましょうか。なんとかジェットと戦っていきましょう。はい、でも勝てるかマジ。多分ヨッシーとジェットだよね。あ、ちゃんとマリオたちもいる。俺様が負けるわけないだろ。おお、バカすごいな。行くぜ。けけ、うわあ、こいお前は空からやってくるよね。けけけけけけ、こうしてジャンプ。けけ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 、頑張れ。こうして、まだまだまだで、はい、大丈夫かこれ。やばいやばいやばい、危ね危ね。いけるかなこれ。やばいな、こう来てジャンプ。はい、なんとかゴール前たどり着け。てかみんな遅すぎねえか、ジェット含め、ジェット含めてみんな遅すぎる。その勝負もらったなこれ。いけ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 、こう来て、いけ、最後の作戦だ。いけー、よーし、そこすり抜けるんかーい。当たると思うじゃん普通。あー、チェットが悔しがっている。はい、1分11秒918。そしてマリオと違うかなり遅いな。やっぱりコンピューターはやっぱりあれなんだろうな、なんか飾り的な。はい、ということで現在124ポイント、はい、次12日目。結構勝ってきましたね。チームロピオン DS の皆さん、こんにちは。昨日のジェットさんとのスノーボード勝負とってもかっこよかったですよ。クターテックバルもいよいよクライマックス。ここまでの結果をチェックしてみましょう。現在は、はい、オリンピック競技金メダル3つ、銀メダル1つ。そして、ドリーム競技は、ファーストメダル4つ。そして、総合は、
124ポイントで1位。おめでとうございます。すごいです。1位ですよ。総合優勝はもう目の前です。その調子で頑張ってください。頑張りますよ、もちろん。はい、今日はドリーム競技の日です。2種目あるドリーム競技のうち1つはミュージカルの競技なんです。もう頑張ってください。ドリームフィギュアスケートとドリームスノーボードクロス、どうしようかな。じゃあまずはこっちから行きましょうか。ドリームスノーボードクロスで、チーム部門ってこれなんか2つしかないけど、なんだろうか。よし、じゃあ行きましょうか。よし、じゃあ行きましょうか。1位が何ポイントだ。はい、あ、ポイントじゃない、これタイムか。で、10分36秒837分だね。だいたい平均2分40秒くらいだね。マリオ、よし、マリオ頑張りますか。ヨッシー、マリオ、ヨッシー、ルイージ、そしてワリオ、ワリオ、ワリオタイム。この振って、よし、いきます。行くぜ。うえー、なに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 、待って、これ博多じゃないじゃん、これ。わわわわわわわ、危ない危ない危ない。あー、飛び越えてますか。よし、なんかこれもゲットできなかったし、待って、これ絶対スペシャル、これ使っといた方がいいぞ、これ。あとでまた、うわー、待て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 、終わるよー。まあ、これ強力だけなんですよ、これ。で、ドーン、ドーンすんのはいいけど、待って。あー、待て。これが思った通り取れないんだよな。相手を取られてる。終わりだね。行って、あー、待てー、落ちるって。待て、落ちて、やばい、あー、落ちていく。やばい。はい、こう来て、危ない。あー、ここ課題だったのね。でここでスペシャル使っていく。危ない。 OK、 これ5枚集めればこれ再びあれが使えるようになるんで、でも積極的に使った方が損はしませんよ。待って、今なんか見えたな。今水色っぽいのが見えたけど、これは何ですか。待って、そこでダートだったよな、確か。落ち着け。待って、別レコードがみんなで10分ってどういうこと。待って、これ1人平均2分半でクリアしたりと、これ無理だね。やばい。はい、ここで相手を取って、なぜかバリアを展開させていく。危ない。落ち着け。こう来て、ててよしよし、加速いけ、ゴール。これはもうさすがに1位ってもよくないか。はい、これで1位。10分34秒287、こういうもんか。はい、バーってめちゃくちゃ危ねえじゃん、マリオさん。ちょっとマリオのせいでこれ2位になったら、これマジでちょっとシャレになんないから。よし、ということで1位を取りました。これでファーストメダルゲットですね。よかった。はい、じゃあこっからですね。今度はドリームフィギュアスケート、見事ファーストメダル獲得ですね。おめでとうございます。これで9ポイントです。次もこの調子で頑張りましょう。さあ、今日最後の種目です。頑張ってくださいね、ドリームフィギュアスケート。じゃあ頑張っていきましょう。前はソニックをやったので、じゃあ今回はマリオでいきます。マリオの方、これ絶対楽しいと思うんで、ぜひ皆さん聞いていってください。
よし、じゃあ行きましょうか。1位が 347.9、 一人平均がだいたい80いくつぐらい、87ぐらいか、90いかないしていいぐらいだね。よし、行きましょうか。そう、この得点は俺が出した得点の4倍になるので、俺が頑張らないと1位を取ることができません。おお、待って、これちなみにこれ初見だよ。お、この BGM あれだね、スーパーマリオのテーマでね。待って、ここでパーフェクトはしっかり出しておかないといけない。まあこれマリオたちがパーフェクトなのは、まあこれコンピューターだからね。まあちゃんとこれは完璧に演じてくれていると。まあでもヨッシーが頑張らないとこれあれなんで、まあ、最終的にこれ俺が出した得点の4倍になるからね。 OK、 とりあえずパーフェクトを出す。で、今度はウィーンの子安定にしていく。やばい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 、あーっと、とりあえずグレート。最後スーパーマリオブラザーズのテーマのアレンジだね。ちょっとこれいいよな、やっぱり。はい、そこにたどり着いて、待って、この背景ニューマリじゃん。お、ああ、クッパのアスレチックになったよ。なんだなんだなんだ、やばいな。 OK、 とりあえずパーフェクト出す。それはいいけど、待って、90いけるかいかないかぐらいいかないといけないからね。 41.6、お、これは、これ初代のあれだよ、これ白アレンジだ。わ、すげえ、やばいな。あー、待って、そこあったんか。 OK、 なんとかパーフェクト。 OK、 いいぞ、いけ。 OK、 とりあえずグレート出していいよな、やっぱり白もなかなか悪くないよ。いけ、パーフェクト、これはでかい。はい、そしてまたスターのところにたどり着きましたが、はい、おー、あー、ピーチ城になった。おー、これやっぱりピーチ城のアレンジか、いや違うかな。待って、これはちょっとパッと見を思い出せないな。開くよ。 OK、 とりあえずパーフェクト。ちょっとこれあんまりよくわかんないな。はい、で、ここでウィルを安定させていく。安定して、ナイス、パーフェクト。で、今度はルイージ・ワリオ。やっぱりこれマリオたちのキャラクターでこれやるのは本当にいいよね。いけ、こう来て、はいはいはい、まあ、78.5 か今。待って、もうそろそろ終わりだと思うぞ、この雰囲気からして。あ、最後回って決めポーズだ、これ。いけいけ、回れ、回って、3、2、1、ウェー。はい、88.1×4、 これさすがに1位でしょう。はい、 OK、 素晴らしい。1位 352.4、 1位が 412.4、 やばいなこれ。あとでじっくり見たいけど、まあ今はそんなことしてる場合じゃありませんね。はい、ということで無事ました。これ確かこれ措置にもあったんじゃなかったかな。ソチオリンピックのドリームフィギュアスケートでもマリオの曲とかソニックの曲であったんだと思いますが、よし、というところで12日目クリア。はい、次13日目、13日目まで来ましたね。チーム6の DS の皆さん、おはようございます。フェスティバルの残りわずかです。今日はショートトラックリレーがあります。サーキットによる周回
ライブ放送を滑るドリーム競技もあるそうです。今日も頑張ってください。はい、ドリームショートスキークロスとショートトラックリレー、まあやりたいところでもありますが、一旦今回はこれぐらいで終わらせてください。はい、そしたらば、じゃあとりあえずね、こんな感じで進めるんだよというのは何となく分かったんじゃないのかなと思います。お、新しいメールが1通届いている。はい、ブラックカード有効。はい、シークレットショップでブラックカードが買えるようになってちゃおう。それがあればどんなものでも買えるという幻のカードちゃおうよ。僕も見るのは初めてちゃおう。ういー、そんなカードがあるんですね。じゃあとりあえずそれは多分休憩の時が入ると思うので、多分次回ぐらいに入るんじゃないのかな。じゃあ次回の休憩の時に受け取りましょうか、ブラックカードは。はい、ということで、じゃあ次回もまだまだフェスティバルモードを進めていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。